おはようございます。6日目の朝です。まあいいお天気、ピカピカの太陽が見えてます。嬉しいわ。というわけで、今回一度もねルームサービス利用してなかったので、本日最後のチャンスということなので、コンチネンタルブレックファーストを注文してみました。ちゃんと時間になって6時半から持ってきてもらったんですけど、まあ後でねどっちみちちゃんと朝ごはん食べに行くので、軽めのフルーツとお飲み物だけなんですけど、これから私たちはちょうどね、今までこうインサイドパッセージって言って左側にクイーンシャーロットっていうの島があったんですけど、これからちょっとの間だけ島抜けません。というわけで、太平洋の、まあ、外洋ですね、そこのところを抜けていくので若干揺れる感じになります。で、あの朝ごはんは、まあ、別物としてきちんとした朝ごはんを今日はいただこうと、いつものブルーレストラン今日朝ごはん空いておりますので、せっかくなので美味しいのをいただきたいと思います。パンケーキやらフレンチトーストやらいろいろ、やっぱりねあのバイキングで食べるよりもここの方がいいだろうということですね。ここでいただくこのねシトラススムージーとか、それからオレンジジュースはフレッシュオレンジなんですよ。やっぱりちょっとね美味しいな。で食べた後は体動かさないとねというのであの例のあのヤマピーに似た人がですね、本日は皆さんに運動をやらせてくれるというのでそこに行きまして、やっぱりヤマピー効果かな。男の人ほとんどいないですよ、おばちゃんばっかり。あ、若い子もいたけどね。で本当は私ねここで一緒にやるつもりやったんですけど、ちょっとどんなんやってるかなってこう映してたんですよね。そしたらねいきなりなんかこういう人が前にドーンと来てしまって、私映してんのに、でもこの人のね動きが面白い、面白いって言ったら怒られるかな、でもねなんか微妙に違うんですよ。すごいこう体柔らかそうでね、ビャーっといろんな形は取るんだけど、だけどみんなと全然違うんです。右と左が違ったり、それからそうこのね手叩くのも全然違うところでもう気ままに動いているという自由人ですかね。あのすっごくたくさん運動してらっしゃるんだなって、エネルギーは発散してるなっていうのはすごいわかるんですけど、だけどみんなと一緒の角度で私見てるからね、一人だけね私の目の前に違う人がいるんですよ。なんか別のダンスを踊ってる、ダンスじゃないな、何やろ、エクササイズしてるっていう人がいて、でたまに会ったりするからめんどくさい、ほとんど違うんだけどたまにだけ会うんですね。もう面白くなってこの人から目が離せなくなってましたが、さあヤマピーさん相変わらずの人気です。マイケルさんね、この時一緒やったね日本人の人なんかサインもらいましたとか言ってましたから、すごい人気者になってるじゃありませんか。すごいな。やっぱりねこういうのをやるときはね、ちょっとイケてる人の方がいいんですよ、女の人も男の人も。せやないとね地味なねあの年いった人がやってもそれほどみんな食いついてけえへんと思いますわ。まあ最後の一日ということなので、ありとあらゆることをやらないとね、もう麻雀にかまけててあんまりやってないので、私たちに与えられているいろいろな特典を次から次へとこなしていこうということになりました。まあ、これはアクアのクラスの人が使える場所ですけどね、ほぼほぼね誰も使ってないのよ、もったいないぐらいのいい場所なんですけどね、一番後ろので。その後どうしたかっていうと、せやせやってジャグジー入らなあかんやんということになりまして、ブクブクのジャグジーですけど入りました。気持ちよかったわ、塩素の匂いプンプンやけど、まあ、とりあえずはこれも一つ押さえておこうということですね。順番に押さえていってます。まあ言うてたらね、もうすぐお昼ご飯、これがあのモッツァレラチーズのねフライなんですよ、スティックの。あれなかなか美味しいの、何回か出てきてたみたいですけどね、ここでやっと食べました。美味しいわと言いながら、今ねあのカナダもすごい物価上がっててね、ちょっとなんか食べたらもう絶対にあの20ドルはいくんですよ、お昼ご飯でもね。で例えば16ドルぐらいなとか思って選んでも、それに税金がついてでチップがつくでしょ。この頃チップね、税金足した上のチップって計算するからね、すっごい。だからお昼一番安いのを頼んでも20ドルは超えますね。もう夜なんかでバンクーバーのかっこいいお店なんかで食べたらもうそらあかんあかん、
だからこういうステーキを思い切りここで食べておこうということなんですよ。私の住んでる町だとね、まあ、かつて知ったるみたいな中華料理屋さんなんかだったら、それほどでもなくてもやっぱり一品頼んで20ドルは軽く超えますからね。うん、昔のあの値段が懐かしいわと思うぐらいですわ。でもここだとそんなこと何も関係ないから。で、食べ終わったら、まあ、せっかくいいお天気なのでね、写真撮ってもらいましょうということで、みんなで揃って写真撮ってもらいました。むちゃくちゃええお天気やねんけど、若干波はあります。だからこれ船酔いしやすい人はここでちょっとお薬飲んどいた方がいいよねっていう感じですかね。もうそろそろこれカナダに入ってきてるんですよ。だから確かね、この辺でね、時計直したと思いますね。一個戻して、うん、私なんかもうそのまんまにしてました。どうせ行って1時間遅らして、ここで1時間早めの、まあなんかね、そんなんやから1週間の間には元に戻るなということで、そのままにしてましたが、さて写真撮ってもらったり撮ってあげたりしてました。これはまたたくさんのグループ、クルーズを来るときはね、多いグループの方が面白いんですよ。うん、あのご夫婦でね、2人で参加したりするよりは、あの10人ぐらいで参加した方が、みんなで好き勝手なことをしているけれども、いろんなところでみんなに出会うというのがあってね、そういう意味では楽しいかなと思います。で、そんなんしてたらもうね、夜夕食です。あ、いや、この間に私ね、一回ね、カジノ行ってんのかな、そうなんですよ、オンボードクレジットもらってたのに使い切れてないから、それのお買い物をしたり、それからカジノでギリギリ残ったのを使おうと。あ、そう、今日の晩ご飯ね、ロブスターやったんです。嬉しい、美味しかった。うん、それとこれはお肉ですね、ステーキですね。あ、これはね、リゾットです。たくさんあのトリュフが入ってるやつですね。ねえ、夜やのに全然火はくれませんわ。だからまだ昼間みたいな感じですけど、もうこの辺りから少しずつなんかいろんな工場が出てきたりね、材木産業とかなんかそんなんしてんねんなという、ちょっとあの人間が住んでいるという雰囲気がここでだんだん分かってきます。で、こんな海見てても私ら目そんな良くないから全然分からへんのですけど、これ私のお知り合いの吉尾さんなんていう人がいるんです。この人が乗ってたらすごいよ。あ、あそこにイルカがとかね、あ、ここにシャチがみたいな感じで、え、どれどれとか私らが言っても全然分からへんねんけど、彼はもうバッチリ見えるんですよ。あれ視力 4.0 ぐらいちゃうかなと思うぐらいなんですけどね、すごい、本当にすごい。ああいう人がでも老眼なの早いんかもしれませんよ。分からへんけど、私なんか近眼やったからね、老眼になって近眼が治りましたもんね。なんか人間って、まあ、いろいろいい面も悪い面もあるんやなと思いますけど、そういうわけで私はここら辺の景色がものすごい好きなんですけど、ちっちゃな島がいくつもいくつもあって、これがまあカナダでいうところのインサイドパッセージということになるんですけどね、恵まれてましたね。最後の方に来てこんなお天気になって、これ最初出る時がね、いくらいいお天気でもね、帰ってくる時が雨とか風やったりすると印象的にはそっちの方が強く残りますからね。だから帰りがずっと晴れてるから、私たちなんか結構もう前の方のジュノーのあたりのあの寒くて冷たい雨が降ってたことはすっかり忘れて、いや今回のアラスカクルーズはいいお天気やったねみたいなノリで乗り切っておりますが、そうなんですよ。だからね、旅行行く時ね、あのホテル取るのもね、最初の方でしょぼいホテル取ってても、最後の方しっかりいいホテル泊まったらね、なんか全てのツアーの、あのなんていうの、旅行の時いいホテル泊まったなみたいな印象にね変わったりしますもんね。というわけで徐々に日が暮れていきます。あ、面白かった今回も。とにかくあのバンクーバーあたりですとね、日本と違ってどっか遊びに行くからね、ちょっとバスツアーで1日で行こうかなんて、そんなとこあんまりないんですよ。一番近い大都会っていうのがシアトルあたりになりますからね、アメリカの。だからもう逃げれないの。アラスカクルーズに行けば1週間非日常的なことから逃れて、それこそ美味しいもんいっぱい食べて、綺麗な景色見て癒されて、好き勝手できるという、
そうなんです。でも帰ってきてしまいました。はい、7日目の朝です。バンクーバーの港到着でございます。ここもええお天気やわ。すごいピカピカですやん。というわけでこれからまた普通の生活に戻って頑張って庭仕事などしたいと思いますが、実は私ね、帰って3日目、4日目か、フランス行くんですよ。